関越更新。ただいま演奏していますのは第5音楽隊です。伊藤陸に串に高尾が息を取ります。第5音楽隊は国民と自衛官を結ぶ音の架け橋として日夜演奏活動に励んでおります。太陽国旗の更新です。奉仕しておりますのは大学普通科連隊本部管理中隊二等陸尉大出純平です。全更新部隊の指揮を取ります。関越部隊指揮官が更新してまいりました。第6普通科連隊副連隊長二等陸佐国方正一および幕僚です。次は第6普通科連隊連隊本部です。本日は第3課長三等陸佐橋川義和が指揮を取ります。本部管理中隊です。中隊長一等陸尉佐藤文俊が指揮を取り、地元三原町津別町を体育とし、機能別の重迫、対戦車、情報、通信、施設、補給、衛星の各小隊及び狙撃班で編成された部隊です。第中隊です。中隊長一等陸尉伊達秀雄が指揮を取り、足立市訓練部長音戸町を待機とし、総員総合社会中隊として高い防護力を有し、迅速な機動を発揮し任務を遂行します。次は第2中隊です。中隊長三等陸佐坂脇誠が指揮を取り、旧九重町旧延城町を含む北見市を体育とし、コンビナー社派として迅速限界な軌道を発揮し任務を遂行しております。本日は農機産業の更新とし、雪上走行が可能な雪上車等で更新しております。次は第5後方支援隊、第2整備中隊、第2救火直接支援小隊です。
小隊長メタル陸星名陽が指揮を取り、第6普通科連隊を直接支援し、整備任務を有する部隊です。次は第101特科大隊大隊本部です。大隊長メタル陸佐原田大輔が指揮を取り、大空町を教育とし、特科部隊最大高級である203ミリ自動リーダー号全部隊を指揮し、北部方面における火力戦闘を担う火力戦闘部隊です。次は本部管理中隊です。隊長伊藤陸尉英哲也が指揮を取り、野生特化射撃の基盤である通信測量射撃指揮の機能を有する部隊です。次は第2中隊です。中隊長伊藤陸尉畑山昭彦が指揮を取る203ミリ自走榴弾砲射撃部隊です。次は第3中隊です。中隊長伊藤陸尉375海警隊です。海警隊長伊藤陸尉西川浩二が指揮を取ります。部隊活動に必要な経費執行及び作戦行動における現地調達などの任務を有する部隊です。次は第302基地通信中隊三船派遣隊です。派遣隊長三島陸尉篠原正隆が指揮を取ります。駐屯部隊等へのシステム構成及び電話交換等の通信業務などの任務を有する部隊です。見て今日はね
指が、ね、ちょ両手使えるからすげえ上手に。第1直接支援団体、第1直接支援団体、第1直接支援団体。